大活字本は、視力が弱い人に対応するために、通常よりも大きな文字や半径を用いた本のことである。大活字本は、障害者向け図書館が、展示図書と共に収蔵していることが多い。アメリカンプリンティングハウスフォーザ・ブリントによると、大活字本に用いられる標準フォントサイズは18ポイントで、あるが、個々のニーズに合わせて異なったフォントサイズが用いられることもある。 また、日本大百科全書によれば、12ポイントから22ポイントの書体が使われるとしている。大活字本初めて大活字本を出版した出版社のうちの一つである、クリアータイプパブリッシングカンパニーは、1910年頃に36ポイントの活字を用いた。オハイオ州に本社のある出版社は、24ポイントと36ポイントの フォントサイズで書籍を出版する大活字本の出版に特化している。1914年、ロバート・アーウィンは、オハイオ州クリーブランドの学校に在籍するロービジョンの子供を対象に、教科書セットを36ポイントで調整した。後に、このフォントサイズは大きすぎることが判明し、24ポイントが、より人気があったために36ポイントは使われなくなった。 1919年にアーウィンが講演した研究では24ポイントのフォントサイズが評価されたサイズの中で最も読みやすいことが示された。1952年と1959年に行われた別の研究は18ポイントまたは24ポイントのフォントサイズを支持した。1964年、フレデリック・ソープは もとのフォントサイズの2倍のものを使った古典書籍を再版した。この本には本のカテゴリーを示すために色分けされたブックカバーがかけられていた。しかし物理的な本の大きさゆえに一部の読者は本書を扱うのに難儀した。1969年、ソープが立ち上げた出版社のウルバースクロフトは16ポイントと通常の フォントサイズによる書籍の印刷を開始した。ただし、16ポイントは、アメリカ盲人協会が推奨する20ポイントはろか、提唱している最小値である18ポイントよりも小さいものである。日本国内では、1996年に大活字本専門の出版社大活字が設立された、他、NPO 法人大活字文化普及協会が、 大活字本の普及に向け活動している。図書館では、日本図書館協会が2010年度に発表した図書館利用に障害のある人へのサービス全国調査報告書によれば、519の公共図書館で、延べ26万7000冊が取り扱われている。全米資格障害者協会は、 出版基準を満たす書籍のためにネイブ承認シールをアメリカ合衆国内の商業出版社に提供してきた。ロービジョンである人にとって文字の大きさを拡大するだけでは十分であるとは言えない。読みやすく設計されたフォントを使用することで文字ごとの区別がしやすくなる。こうしたフォントの特徴として3セリフ体であるディセンダーが明瞭である句頭点が より大きいなどが挙げられる。ありがとうございます。